37番インターネット時代の印刷物の役割、かっこ第一段落見ていきましょう。The internet is very much like television, in that it takes time away from other pursuits, provides entertainment and information, but in no way can compare with the warm personal experience of reading a good book.The、uh, internet、インターネットね、この定換詞、だがつきますね。アクセント前ですよ。インターネットは ねこれね、まあ、イズだけ動詞なんですけども、イズ e ってやったら、もうこれ動詞にしちゃいましょう。ね。イズだったらイコールじゃんね。で、あの、like がつくとそんなようなもんだってやつですよ。どれぐらいとっても何かみたいだよ。何みたいなのテレビみたいだ。で、え、どこがって話ですよね。で、この in that ね。in that なと sv で、s が v するというという,という点でですね。 ね、これこれこういう点で、えー、テレビと似ているってわけですよ。どういう点ででしょうかそいつはねだってさネットまあテレビも同じなんですけどもネットってさ「取るよね」時間をどっから、Away、from other pursuits 他の追求していくもの追求していくものやっていくものってことですから、まあ、一般的にはその、ね、仕事であるとか趣味であるとかさあの学業であるとかねそういったものから時間を 取ってしまうんだそれにプロバイズこれもねさっきのテイクスから来ててプロバイズ32小節あるよねこれも同時なんですよもちろん撮ってるのはこの It、ね「い」ってねさっきのインターネットあるいはテレビジョンですねは今度はくれるんですよ取るだけじゃなくてくれる何くれるのエンターテイメントインフォメーションね娯楽と情報をくれるんですよ娯楽と情報をくれるけどくれるけど Inno way この「no way」ってやつねもうこれ「never」と同じ意味だと考えちゃうとすごい簡単なんでそうしましょう、never. Never can compare with.compare、ね eh, with とは何かと比べるって意味だけど、否定で使うときは比べ物にならないってことですよ。ね。Eh, 比べ物になりません。これね、どうして考えちゃいますよ。比べられません。何と暖、eh, かくて個人的な体験、経験。何の ?I've read in a good book. 良い本を読むっていうね、暖かくて個人的な体験とは比べ物にはならないんだ、ね。ネットとテレビってね、そういうとこで似てるよって言っています。まあ今のね、 読書の方がいいっていうのは人によるかもしれませんけどもはい2分目いきましょう、uh, This is not the only reason why the internet will never replace books for books provide a sufficient knowledge of a subject that sitting in front of a computer monitor cannot provide なんかいちいち文が長いですね、えー、これはですねこれはねこのことはっていうのはその前のことですよネットとテレビは似ているよってですねこのことは not the only reason 唯一の理由ってわけじゃないよ。何の理由ね、reason why ってね、s が v だという理由ね。で、the internet will never replace、ネットがさ、will never, 決して replace、置き換わらない。本に決して置き換わらない。ネットが発達したからって本なんかなくなるっていうことじゃならない。そういうことにならないよっていう唯一な理由じゃないんだって。なんで、ね。えー、で、この4ね、これ、ね。 というのも、みたいな意味ですよ。ためじゃないですよ。というのも、具体的な理由が一緒に来るんですね。というのも、本っていうのはさ、くれるじゃん。何を十分な知識を。何のえぇ、ー、アサブジェクト。あの、これまあ、教科って言いもあるけど、これの、テーマとか主題ですよね。何の主題か、テーマかそれらまた、だっていうかで説明してて、えっ、ー、とね、それを、えっ、ー、とね、こちっち長いね。s i a l i n g in front by computer manager。うんと、 コンピューター画面の前に座っていることが c a n プ p r o v i d e 提供できないものってことですよ。ね。まあ要はネット見ててもね、提供されないようなサブジェクト、テーマの十分な知識を、ね、本は提供してくれるんだってやつ。これもね、もしかしたら書かれた時代が古くてですね、今はネットでもなんか何でも手に入りそうな気がしますが、ね、話の腰折っちゃいけませんね。次行きましょう。 We can transfer text from an internet source, but the artistic quality of seats of transfer text leaves much to be desired.We、ね uh, can transfer. 私たちは transfer. 移、えー、せるよってわけですね。えー、A 地点から B 地点に移せるよ。Transfer ですね。えー、何を、えー、テキスト、えー、と文章ですね。文章どこから、えー、?from an internet source。とある あのさっきさ、インターネットは定冠詞の「だ」がつくって言ったけど、ねえー、ここではこの「案」っていうのはこ、これですよ、ソースにかかってるんですよ。一つのネットソース、ね、ネットの情報源から、あの情報を映、ね、せるけど、映せるけど、アーティスティック、なんとか一句ってやつね、その前を強く読むんですよ。アーティスティック、芸術的な質、芸術性ってやつですね。何の ?Sys of、えー、Transfer Text 引きされた,引き写されたえ文字一枚の紙のその芸術性はリーブス残すよう何をたくさん残すんだどういうものを後ろ「t o be desired」まれるようなものをたくさん残しているもっとこうしてほしいなっていうものを残している不満があるってことですよ。ねだけどもそういうふうに引き写してきたものの紙用紙ね の芸術性っていうのにはちょっと納得い,はいかないものがあるんじゃないかとこう言ってるわけです。で次。A well-designed book makes t h e r e a d i n g e x p e r i e n c e important. なるほど。ね。A well-designed これくっついてますね、えー。よくデザインされた本は Make OC の形ね。O イコール C にするってやつです。で読書体験を重要なものにする。 確かに低層っていうんですかきちっとしてると何かいいなっていう風に思ったりもしますね。はい、ということで一段落はここもあるです、ね。次は二段落でまたお会いしましょう。